魅力人ミングル。この番組は愛される、選ばれる、そして成功する女性起業家のゲストをお招きして、その魅力に迫る番組です。今回もとっても素敵なゲストをお招きしてお話を伺いたいと思います。今回のゲストは料理家の小野美穂さんです。美穂さん、こんにちは。こんにちは。美穂さんとの付き合いもう5年ぐらいですかね。そうですね、美穂さんとの出会いって、私のお友達が美穂さんの作っている、販売しているドレッシングをプレゼントしてくれて、もうすごいヘルシーっていうだけじゃなくて、ロゴも綺麗だし、デザインも綺麗だし、色も綺麗で、あ、これはきっと赤色南郷が入ってるんだろうと裏を見たら、ピンク色のドレッシングのためにわざわざビーツを使ってるっていうので、この人の美意識とその食べ物にこだわりっていうのがすごいっていうふうに思ったっていうのが、実は美穂さんご本人に会う前にドレッシングとの出会いがあったんですよね。 ありがとうございます。で、それでソーシャルネットワークでつながって、美穂さんが私に会いに来てくださったのが最初でしたよね。そうですね、髪の毛をね、切りに行ったんでしたね。そこからの出会いで、今もう5年ぐらいいろんな講座を一緒にやったり、イベントを一緒にやったりさせていただいてるんですけど、今日は好かれる、選ばれる、そして成功する女性起業家として美穂さんにいろいろお話を聞きたいと思います。はい、よろしくお願いします。早速ね、お聞きしたいんですけど、ああいうドレッシングのビジネスからお料理につながるご自身の魅力っていうのはどんなふうに見つけて、それをどうやって生かして今まで続いてきたんですか？はい、どういうふうに魅力を見つけたかというのは、自分で魅力というのもあれなんですけれども私、子供の頃から物を作ることが大好きだったんですね。もう本当に小さい頃からいろんな工作をしたり絵を描いたりしてたんですけれども、ある時ね、クリスマスの日に、多分4歳ぐらいだったと思うんですが、サンタさんが寒くないように手袋を作って、紙の手袋を作って、イブの日に枕元に置いといたんですよ。で、翌朝、プレゼントが来て、手袋はなくなっていたっていうことがあって、サンタさんもらってくれたんだなと思ってたわけなんですね。そしたら、もう何年も経ってから、高学年ぐらいになってから、父親の書斎からそれが出てくるわけなんですよ。で、もちろんサンタさんが父親だとはもう知ってましたから、別に驚きはしないんですけれども、すごく嬉しかったんですよね。自分の作ったものを大切に持っていてくれた、大切にしてもらったっていうことがすごく嬉しかった。で、そういうようなことをよくやっていたので、こう人にプレゼントしたりしたことで楽しんでもらったり、喜んでもらったり、大切にしてもらったりっていうことが私のこう喜びになっていっていたんですよね。そんなことから、こう作ることが喜びになって、そしてあげることが喜びになっていったという感じですかね。それはじゃあ今お料理の仕事につながっていったのは、やっぱりその自分が作ったもので人を喜ばせるっていうの延長線にあると思います。作ること、そうですね、工作も料理も一緒です。作ることで言えば。っていうのは、じゃあ作ることが楽しい。そうなんですね。作ることが楽しい。ただやっぱり子供が生まれたりすると圧倒的に料理を作ることが多くなってきますからね。美穂さんのお料理って本当芸術作品みたいにものすごく細かく手が込んでるじゃないですか。そこっていうのは、どこが一番の、なんですかね、自分の目的？作るのが楽しい？それとも、そうですね。作るのももちろん楽しいんですけれども、そこはやっぱり喜んでいただけるように考えますので、喜んでいただ、
物販ドレッシングのような物販なんかよりもそのケータリングの方の仕事が楽しいと思えるのは、うん、その皆さん の, あのリアクションを見ることができるからですよね。美穂さん、サラダ美容を続けてくださって何年ぐらいでしたっけ？そうですね、3年くらいですね。途中ちょっとお休みされたんですよね。また再開してくださったのは、もうずっと真面目に続けてらっしゃったお友達がもうとっても綺麗になっていて、それで、もう一回と、お肌が変わったことって、で何かお仕事にどんな風に影響してます？私はもうサラダ美容を始めてすぐにファンデーション塗らなくなったんですけれども、とてもナチュラルで、健康的な感じの肌にすぐ慣れたことがとても嬉しかったです、やっぱり食品を扱う上で大事なことだなって思ってます。美穂さんの料理ってすごい素材感を大事にしてるっていうことと関係あります？やっぱりそうですね、やっぱり化粧品は食べないけれども、でもやっぱりとっても自然な感じっていうのは大事ですからね、ぜひこれからも続けてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。でも最初から料理の道じゃないですよね。そうでしたね、最初はどうやってお仕事というか自分の世界観を作っていたきっかけはどんなことだったんですか？デザイナーグラフィックデザイナーだったんですけれども、ですね、高校3年生の時に、デザイン学校に入るために受験勉強しますね。その時に絵の学校に行くんですけれども、模写をさせられるわけなんですよね。で、模写なのでそっくりに描くんですが、原画よりもあなたの描いたものは色が綺麗だと言われたんですね。でそこから私はものすごくその絵を描くときに色を楽しんでるんだっていうことに気がついたんですよね。へえ。それで最初じゃあグラフィックデザイナーとしてが、社会人でお仕事デビューだったんですか？はい。でそこからどういうきっかけでお料理には？そうですね、それはもう子どもの、アレルギーがあったことによってアレルギーのアレルギー食を作る保育園に入れたんですね。でデザインの仕事もしてたんですけれども、その保育園の給食を作る人の欠員が出たために、私に声がかかりまして、あなたなんか料理が好きみたいだから手伝ってくれないということで、お手伝いをし始めたのが料理を作るその仕事にしたことの一番始まりです。なんか私も行ったことはないんですけど、そこの保育園ってすごいユニークなところでね。そうですね、もう大きなお家のような感じで、先生という言葉もないし、クラスもないし、大まかに年で分かれていますけれども、みんな大きい子小さい子、小さい子が前、大きい子が後ろっていう感じで、弱い子が先、強い子が後っていう感じのね、大きな家族のような、保育園でした。で自然の中でもうたくさんお散歩させて、裸というか冬も半袖でね、過ごさせたりとか、自然育児、それから、自然食を食べさせるような給食の保育園でした。っていうと、じゃあその保育園の給食のおばさん、そうですがお料理の仕事としてのデビューだったんですね。そうですね、それ何年ぐらいされてたんですか？8年くらいですね。で私もいつも伺って、その、ね、割とアトピーとか、体がそんなに丈夫じゃないお子さんたちのために健康的なお料理をっていうことでの保育園だったんですよね。そうですね、アレルギーのお子さんもいらっしゃいましたし、または自然保育、自然育児の保育を求めていらっしゃる方もいらっしゃいましたし、とにかく大きなお家のような保育園でした。もう先生という言葉もないし、みんなあだ名で呼び合って、大きい子から小さい子まで一つの お家の中で大家族のようにして育つような保育園でした。でその後はどういうお仕事をされてたんですか？その後は引っ越しまして、横浜でフレンチレストランにいたりとかもしまして、フレンチレストランをやりながら、楽しみとしてブログを始めたりもしていたんですね。でその時にやっぱりその自分がものを作って人を喜ばせたいっていう魅力を自分が見つけて、グラフィックのやつありっていうところからお料理の仕事で続けていきたいっていうふうに思ったきっかけとかってあるんですか？
まず一つはそのブログを始めていた時に、いた頃に、生産者さんなどからいろいろなこうサンプルが送られてきたりするんですね、うん、これで何か作れないかと、うん、で、まあ、さまざまなものがたくさん送られてきましたけれども、うん、その中の一つ、デザインのいくつかの種類はその中から生まれたものなんですね。じゃあそこ結局その、まあ、美穂さんの魅力を今のビジネスにつなげてきたっていうのは、そこからのスタートなんですね。そうですね、ベジドリはその辺からスタートしました、うん、で今でもブログ経由ではないですけれども、うん、商品開発のお仕事というのはそういうところから始まってきていますね、うん、ベジドリが生まれた何ていうか秘話っていうのはあるんですか。生まれた日は、うん、そうですね、あるレストランに使っていただいていたのが始まりですけれども、うんうん、その前は自分の家で作っていたんですね。子供が卵アレルギーがありましたので、うん、卵を使わずに、野菜でクリーミーにした、うん、マヨネーズタイプのドレッシングを作っていたというのが始まりですね、うんうん、ね、お写真見ていただくと分かるんですけど、美穂さんのやつって色が綺麗なんですよね、ドレッシング。ね、それがやっぱそのグラフィックの頃のデザイナーとしてのが生かされてるっていう感じですよね。そうですか、ありがとうございます。もうやっぱり色っていうのはとってもすごく視覚的に訴える、うん、もうすぐにその気分を楽しくさせたりとか、うん、こう落ち着いた気分にさせたりとかっていうところにすごくアプローチしますよね、うん、強くアプローチするものだと思ってますね、うんうん、食の講座を美穂さんと作ってた時に、うん、紫が入るだけでっていう、そういう、まあ、5色が入ると栄養的にも色的にも綺麗っていう風なのはね、私も前にも知ってたんですけど、紫っていう色が入るだけで全然見た目が違うとか、そういうところまでお料理の中で、単に味のバランスもそうですけど、色のバランスっていうところもね、お伝えしてくださって、その辺ってやっぱ自分でやっていく中でなんですか。そうですね、紫に関して言えば、食材の持っている紫っていうのは薬の色でもありますよね、アントシアニンのような、薬効を表す色でもあると思っているんですね。なのでピンクだとか紫系が、強くなれば毒々しさを感じますね。薬も強くなれば、効きすぎれば毒ですし、適度に効かせれば薬、まあ、薬草のことですけれども、なので毒にもなるけれども薬にもなるっていうのが、その、なんていうのかな、色から感じる、感覚っていうのかな、人が色を見て、食べ物の色を見て感じる感覚って、自分の体にとっていいものなのか、これは毒なのかっていうのをすごく訴える、一番最初に訴える手段だと思うんですよね。そういうところを刺激、なんかそれこそ白いご飯のようにカツ丼だけみたいな、そういうものだけをずっと食べてると、そういう五感っていうのもちょっと鈍くなっちゃうのかななんて思ったり。そうですよね、やっぱり子どもの頃お母さんが作ってくれていたものが茶色いご飯だとすれば、身につかないかもしれないけれども、もしそれが色とりどりの、赤もあり緑もありっていうご飯だとしたら、色で揃えることでおそらく自分のバランスのいい食事を作ることができるかもしれないですね。では美穂さんのケータリングとかいただくと、なんかものすごい満足感があるんですよね。量じゃない満足感っていうか、あれはまあ栄養にもそうなんでしょうけど、見た目とあと味もそれだけ色が違うとハーモニーで、こう少量なのに満足感があって、そしてしかも長く続くっていうのは、そうですか、ありがとうございます、ね、なんかこれをちゃんと数値的にして美穂さんのご飯をそういうふうに数値、それこそ血糖値がとかなんかわかんないですけど、なんかしていただいたらすごいなっていつも食べて思うんですけど、そうですね、満足度の数値化ができるといいですね。それをちょっとそれは人によるものかもしれない、そうですね、こういうのでね、そうですね、そういうのありますね、なんかそういう研究とかおっしゃそうなんですけどそうです ね、またまた美穂さんの魅力に迫っていきたいと思います。